いつもロペライオアウトラインをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2017年モデルボルボ XC90T6 インスクリプションをご紹介させていただきます。まずは外装面の状態ですが、アルミホイル1本に小さなガリ傷が見受けられるお車です。それ以外目立つ傷はございません。走行距離わずか5000キロのお車です。全体を通して非常に綺麗な状態を保っております。外装色はオニキスブラック、クリーンでモダンな雰囲気のエクステリアデザインが魅力的なお車です。ヘッドライトには LED ヘッドライトが標準装備となり、最新の技術にて夜間走行時の安全性を確保しております。フロントグリルに関してはインスクリプション専用装備となり、迫力のあるフロントフェイスを演出しております。エンジンスペックに関しましては、2リッター直列4気筒ターボ&スーパーチャージャーエンジンが搭載されており、馬力は320馬力を誇ります。大きなお車でありながらストレスを感じない軽快な走りをお楽しみいただけます。足元には純正20インチのアルミホイルが装着されております。続きましてリアのご紹介をさせていただきます。テールライトは LED テールライトが装備されております。近代的なデザインが用いられ、夜間走行時の視認性を確保しております。それではトランクスペースのご紹介です。オートトランクが装備されており、ワンタッチで開けていただけます。3列シートのお車でありますが、3列目のシートを倒していただければ大きなお荷物も簡単に積んでいただけます。また特に気になる汚れもなく綺麗な状態を保っております。続きましてインテリアのご紹介をさせていただきます。シートはコンフォートシートが装備されております。運転席側のシートに若干の使用感はございますが、気にならない程度ですのでご安心いただければと思います。それではエンジンを始動させていきます。ステアリングは3本スポークのレザーステアリングが備わっております。気になる使用感もなく綺麗な状態を保っております。またマルチファンクションステアリングとなっており、手元のスイッチにて各種操作を行っていただけますし、アダプティブクルーズコントロールの使用が可能となっております。さらに安全装備としまして、インテリセーフティが標準装備となっておりますので、安全なドライブをサポートしてくれます。ナビゲーションに関しましては9インチのタッチディスプレイが搭載されたお車です。車内では地デジの視聴も可能です。またギアをバックに入れていただきますと、バックカメラと360度カメラの使用が可能でございます。また運転席と助手席にはシートヒーターに加えてベンチレーターが備わっております。さらにステアリングヒーターも装備されたお車ですので、1年を通して快適にお乗りいただけます。こちらの手元のスイッチにて走行モードを4段階お選びいただけます。走行シーンに合わせて最適なモードをお選びいただけるお車です。続きまして後部座席のご紹介です。若干の使用感はございますが、気にならない程度で綺麗な状態を保っております。また足元の空間も広く確保されており、大人の方でもゆったりとお乗りいただけます。合わせてパノラマのサンルーフが装備されており、明るく開放的な車内を演出しております。さらに後部座席にはシートヒーターが装備されており、同乗者の方も快適にお乗りいただけます。また気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂いなどいたしませんのでご安心いただければと思います。今回は2017年モデルボルボ XC90T6 インスクリプションをご紹介させていただきました。走行距離わずか5000キロのお車ですので、内外装ともに綺麗な状態を保っております。ボルボのフラグシップ SUV であるこちらの XC90 でございます。おしゃれで上品なデザインはもちろん、走行性能安全性能ともに高いレベルで実現しているお車です。またシートヒーターやベンチレーター、パノラマのサンルーフなど快適装備が多数備わっているお車です。
走行距離わずか5000キロのワンオーナー車両でございますので、お探しの方はぜひこの機会にご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。